どうもこんばんは、平井弘明です。今回の動画はリストターンをやります。代名詞平井弘明のワンナップゴルフ。どんな内容なのか全然わかんないからちょっと説明していいですか。最近の、YouTube とか雑誌とかもそうなんですけど、ゴルフ理論って、リストターンをするってことがあまり言われてきてないんですよ。その中でも、今から10年15年以上前にゴルフを始められた方なんかはリストターンっていうのを多少なりとも強く入れてる方がやっぱ多いんですよね。今でもそうやって打った方がタイミングも取りやすいし、球もいじりやすいし、時として飛距離も出しやすいっていうメリットを私自身が感じているので、今回はその動画、リストターンの動画を撮っていきたいと思うんですけども、結論としてはした方がいいってことですか？するしないは半々というか自由なんだけど、リストターンの仕方がね、仕方もあるわ、正しくないってなってるの、俺の中で見ててね。でそれを動画にしていこうと思ったんだけど、カロン級になっちゃったら途中でやめますよでその僕はリストターンを手首を返しても何でもいい、とにかくヘッドを出すために手首をこうやって返すんですけど、リストターンって平井の頭の中っていうのはこっからここまでのことを言ってるんですよ。こっからこっちではないんですよね。こっからここがポイント、要はインパクトまで、ダウンスイングからインパクトまでのリストターンがすごく重要なんですよ。結局こっちっていうのは惰性なんで、こうなってればいいっていうだけなんですよね。ここからここに来るこういうリストターンができてきたら飛ばせるんですよ。例えばこうなっちゃったり、こうなっちゃったり、いろんな方向にリストターンをしてるんですよね。左は腕はコンパスとして僕は使ってるんで、要は高さを制御してるんですよ。ここにしか来ないようにこうやってリストターンを加えてるってことなんですよね。止めちゃったらまたこうやって形が変わっちゃったりするんですけど、ここで少なからずトップからこの角度があるんで、ためが多少こうやって多少できるんですよ。それをインパクトにかけて、平井の場合はここをボールにこうやって圧をかけながらこうやって押してヘッドを出してるんですよね。ただここでは止まらないですよね。なのでヘッドがここまでこう出る仕草になるんですよ。そのヘッドの出し方、リストターンを加えてヘッドを出すっていうことが、平井はスイングで振り遅れるんで入れてますよってことなんですよね。それがすごく大事。今日アッパーの女性の方をレッスンしたんですけども、サロンよりサロン級の質問をされました。これサロンの方は分かると思うんですけど、志村けんさんとシャフトを折るっていう動画がつながるんですけど、両方ヘッドを出す仕草なんだけど、押すか引くかな。志村けんは押す、折るは引く、折るは小指で引くんだね。で志村けんは人差し指で押す。これをアッパーの女性の方から言ってきた、質問してきた。マジで、すごいね。それ俺でも気づかないわ。それはどっちなんですかって言われたから、パンドラですって開けてはいけないんですよ俺はっつって。そう、でも長いものは大きい、シャフトが長いから大きい動きだから、志村けんさんですよっつった、で短くなる、ちっちゃくなればなるほど折りますよっつった。それも俺気づかされたなと思って。そうだね、でも自然に俺は切り替えてるんだけど、言葉にしたことがなかった。まあまあそうなんだろうね。ショットの時の押し感はサロン動画では志村けんさんって言ってるじゃない、だけどアプローチのヘッドを出す押し感、インパクトゼロを作るのは折るって言ってるじゃない、シャフトを、それって同じことなんだけど、全然違うじゃん。全然違う。へえと思ってそうだけどね、リストターンのやり方っていうのがすごく左手リード右手リードでも違うってことなんで、結局こう左手リードの人ってこうやってターンするんだけど、右手の人ってターンしながら押すんだよね、ねじり押すみたいな感じ。そういうのが右手リード左手リードでも変わるし、例えばウエッジとドライバーで長さが違うじゃん、そうすると
こう押すのか、うん、こう押すのかも変わってくるわけよ。短くなればなるほどめくり押しみたいにするし、うんうん、長くなればなるほどはたき押しみたいにするんだよね。そういうのでも押し方が変わる、要はねじり方、リストターンのやり方が変わる、うんうん、なんだろう、スイング中に結局右手が角にこうやって左腕を追い越す作業をしてるかどうかなんだよね。でそれは前の動画で言ったように、左腕が右手よりも速いスピードで動いたらずっと追い越せませんよねってなっちゃうから、それは右手を再加速するなり左手を止めるなりして追い越してあげるタイミングをどこで作るかっていうことになってくる。それももちろんそのリストターンの仕方になってくるんだけど、だからそれがどこでやるかっていうのがすごくポイントなんだね。トップからインパクトにかけて徐々にリストターンをしてなだらかに返し終わるのか、それともインパクト間際で急激にこうやってパンと入るのかっていうのでも全然違うし、インパクトの瞬間はまっすぐ返し終わってもいないし、まっすぐそこで全部こう、そうだよね、そうこうなるのか、うん、こうなるのかっていう、あ、そっか、ってことはここに合わせるっていう、ってことは、うん、言葉の感覚的には、うん、まだターンしてないんだ、インパクトではターンしてない、その後に帰るんだもんね、めっちゃ帰る、通り過ぎた後にインパクト、フェースをこうやって、うん、あのあイメージするとしたら、うんうんうん、インパクトは12時ってことだね、そう、塔が12時を指してる、その後帰ってくるんだ、そう、その後こうやって帰ってくる、ちょっと細かく言っていい、うん、これがインサイドアウトになるじゃん、うんうんうん、インサイドアウトになったらちょっとこうかぶってるね、まあね言えば、言っちゃえばね、まあね、そう、まあそれはちょっとあれなんだけど、まあねまあそうなるんだろうね、そう、多少ね、そう、だから前提として言わせていただきたいのは、オンプレーン上のことについてしか今言ってないってことなんですよ、うん、ね、うん、そう、それだけは分かってください。でそれがナチュラルカットの人、ナチュラルインサイドアウトの人はまた話が変わってきますよ、うん、そういうのはもう今口で言えるんですけど、時間が長くなるのとレッスンじゃないと適切なことは言えないので、そういうところもレッスンでは見ていくんですけど、とにかく前の動画でも言ったようにリストターンを入れて見てくださいって言ってミスショットがほとんど出るようになっちゃったっていう人はいないってことがまず本当間違いないですよね。まして大げさにこうスプリットハンドにしてこうやって返しやすいような状態にしてよりナイスショットが出る人の方が圧倒的に多いので、クラブヘッドを動かす作業、こういう作業ですよね、をスイング中に入れてあげることっていうのはすごく大事。例えば手首がこう返った方がいいのかこう返った方がいいのかっていう問題ではないんですよ。結局フェースがこうやって帰るのには自分の手首はどうなってるかっていうことだけなんで、追い越してればいいんですよ。追い越してこうなってるんだったらこうしてあげるように手首を使ってあげればいいだけなんで、手首をどう使うかではないってことなんですよ。フェースアングルをどう返すかなんで、その判断ができてれば間違わないと思います、迷わないと思います。そうだね、うん、手首をどう使うかじゃないんだ、じゃない、返してればいいだけ、手首のことだけを言うんだったら、うん、だけど大事なのはフェイスアングルがこっからこうなる間にどういう手首の使い方をしてたってことなんで、それだけ分かってれば大丈夫です。してたっていうかフェイスがちゃんとまっすぐ戻ってきてたら、うん、帰ってようが帰ってまいが、うん、ちゃんとなってるってことなんだよね。そう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 、何それそんな無責任って言われるかもしれないけど、こうやって握るかこうやって握るかでも違うから、あ、そうだね、そう、そんなのは言えません、本当に、本当だね。逆に返さないでそのまっすぐ戻ってこられることってあるの？フリップすれば。あ、そうなんだ。一応あるはあるんだ。あるある。俺はどっちかっていうとそれに近いんだね。ショートアイアンとかは。だけど長いものになると、うん、フリップすると右行く可能性もあるから、うんうん、それを可能性を消したいから、うん、思いっきりねじるリストターンする。まあ、じゃあ番手によっても違うし、うん、そうそうそう、グリップによっても違うんだから、違う違う違う、なんでやるのかっつったら目的はやっぱヘッドがちゃんとまっすぐ戻るためなんだから、戻った時にどう使ってるかは、使ってるかはあなた次第ってこと、そういうこと、そういうこと、本当そういうこと、クラブ次第あなた次第ってこと、だからゆっくりやってみてくださいってことなのよ。あ、トップからインパクトまで戻ってくださいって言った時に、うん、こうなってたら話にならないじゃん。そうだね、ね、うん、この時にこのまま止まっててください、うん、でフェースまっすぐ戻してくださいって言った時に、うん、どうなるかでしょって話なの。あ、そうだね、ね、そう、そうだ ね、 そうだね、でインパクトゼロを迎えたらそっから右腕を伸ばしてフォローに出してってくださいって言った時に、うん、フェースがここでまあ、真っすぐになる基本の向き、うん、
なった時に右手がこうなる人がいればこうなる人もいればってなってくるだけだから、うんうん、だからここにこの向きでクラブが入れれば何でもいいですよと、ね、うん、こうなってればね、うん、あ、その意識でちょっとやってみてください。ではリストターン絶対します、間違えないでくださいっていうところですね、撮っていきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ワンラップゴルフではオンラインサロンをやっておりますが、絶対入らないでください。